はい、どうも、ゆうきちです。ということでね、今回デッキカラッカラということで、相手のデッキを突き刺して倒すということを目標にしたデッキを作ってみました。こちらのデッキはですね、テンションアップ系、そして相手にドローをさせる効果を持ったカード、そして除去系のカードを組み込んだデッキとなっております。まず除去カードで相手に有利を取られないようにし、テンションカードやスキルブーストカードでジャックポッターでドローできるカードの枚数を増やし、相手にカードを引かせたり、互いにカードを引くカードを使うことによって、スピーディーに試合を進めることによって、最終的にジャックポッターで相手にダメージを与えていくというデッキになっております。まあ、エイトのおかげでスキルブーストは溜まりやすくなっているので、ジャックポッターでカードを5枚ドローというだけでも最高で21点のダメージが入るので、かなり強いデッキになっているんじゃないかなと思います。それでは早速試合の方やっていきましょう。おー、まあ悪くないんじゃない、シードを交換してって感じかな。うん、お、ビッグモンもいいね。何にする？さあ、じゃあここはまあテンションを早めに上げていきたいところ。さあ、相手はテンションアップのみ。じゃあこっちもテンションアップして、おー、ラーミアもう来た。まあ悪くないね。さあ、テンションアップして終わりかな。いや、どうだろう。8出すか。8出して、ターン終了。で、次のターン、ベビーパンサーを出して、テンションアップでテンションスキルって感じかな。さあ、相手は8。さあ、そしてテンションアップ。相手はなかなか行動ができないね。さあ、こっちはお精霊の矢。なかなかいい。さあ、ベビーパンサーを出してテンションアップでテンションスキルを使っていこう。さあ、これでヒーロースキルも発動して手札を1枚ドロー。さあ、何が来るのか。ブラッドレディ、これはいいね。高校だからブラッドレディはなかなかにいい。さあ、結構豊富な手札。さあ、相手はメイデンドール、これは厄介だが、ブラッドレディでなんとかなる。おお、ブラッドレディ2枚目いいね。なかなかにいいよ。出だし順調。さあ、プラレで倒してターン終了かな。無だ。全てを無だ。さあ、相手はそろそろテンション使って、そうだね。さあ、出してくるが、それは次のターン除去させてもらおう。我が血族。さあ、小さな相棒で手札もドロー。手札を増やす。そしてミミック。いやー、ミミックは厄介。いろんな意味で厄介だな。さあ、おー、精霊の矢なかなかいい。さあ、ブラッドレディで倒してテンションアップで、ここはフェイスを殴っていこう。まあ、ミミックはね、放置でいいかな。私のターンだ。さあ、こっちは攻撃されても回復できるんで、まあブラッドレディを倒してくるかな。おお、5枚なんで OK。 むしろナイス。さあ、やっぱやられちゃうか。まあそこは仕方ない。うん、そこ諦めよう。さあ、そして、おお、ミミックいいね。さあ、とりあえず福袋&福袋一回やろう。そっから考えよう。さあ、パワースナ最高。パワースナダメージ、攻撃、テンションアップ、ターンしよう。さあ、おー、ピッキー2枚目。まあ、ピッキーは両方ドローするんで、相手に手札を増やさせるって意味は全然 OK。さあ、まあそこは全然 OK。 2号立ちを除去できるんでね。そしてベビーパンサー、これは精霊の矢でワンパンよ。さあ、ピサロナイトもワンパン。我が血族。
そしてゴンズ、いやこれは厄介だな。まあ、ただこれも福袋&精霊の矢で倒せる。俺のターンだ。いやこの封じは強いぞ。さあチャモロいいね。さあとりあえずここでトリーの、精霊の矢でピサロナイトも取っていこう。さあまだ MP は1も使っていないというこの強さ。ゴンズもね、相手の手札のゴンズは全て使わせた。さあピッキー2枚出そうかな。ピッキー2枚でテンションアップで1回とりあえずテンションスキル使ってから考えよう。さあ3枚ドローは強い。しかも相手も、2枚か、2枚ドローするんで、まあ溢れはしないか。さあエロス最高。そしてジャックポッターいいね。エロス、いやこれ素晴らしい。ただよく見るとまだこっちの方が手札がなぜこっちの方が、あ、ミミックか。ミミックのせいでこっちの方が手札が引いちゃってるんだけど、まあそこはね、まあ最悪ラーミアでもいい。最悪ラーミアで買って OK。 一番最高なのはジャックポッター勝ちだけど、まあラーミア勝ちができてもそれはそれでねハッピーなんで。さあベビーパーン、そして死への誘い。まあピッキーに使わせたと思えば全く問題ないね。2コスで1コスを倒させたっていうのはねかなりでかいと個人的には思っている。さあ多いね、聖女が引けていく。そして魔族の騎士も意味をなさない。うお、ヒッポキングは厄介だな。いやこれ厄介だな。ヒッポキングとりあえず倒さないとな。さあベビーパンいいね。とりあえずヒッポキングは何としてでも駆除、全勢力を上げて駆除します。さあそして残った MP で何をするか。チャモロでもいいんだよな。ただレベル2セーニャもいるしチャモロでもありだな。ジャックポッ、チャモロ、チャモロ出してベビパン出す。我らに伝統の神のご加護があらんこと。で一旦ターン終了。癒しの力を。さあこれでテンションが1個上がっていき、ヒーローレベルも半分上がる。さあこれで次のターンはテンションスキルを使えるんで、相手はフェイスは攻撃してこないかな。こうなると全てを抜いた。さあこのジャックポッターの使いどころも結構重要になってきそうだな。さあ、あーやはりそうくるか。全然いいよ。チャモド一体にここまで使わせたのはでかい。そして魔女グレイツェル、ただこれ2体に対して、4体分なんでかなりもったいないことしてるね、お相手は。そしてバトルロード、ここはジャックポッターありだよな。これ使ったら6枚になるんで溢れはしないか。ただ溢れないけど次のターン溢れる。ただ相手も溢れさせると考えるとそれもなしではない。組紐小僧一番厄介。俺のターンだ。いやーこれ攻撃できないのもきついな。7コス、難しいな。ジャックポッターを、いや一回これ使おうか。癒しの波動。組紐構造入れてるんでそれが来ると信じて使おう。ま、ワンチャン来なくても大丈夫。
サオドラキ、ベリアル、ジャックポッター、パワスナ、あー、オッケーオッケーオッケー。パワスナで、組紐。これが強い。オッケー。とりあえず相手は1枚落としてからの、あー、これどうしようかな。これ使わなくていいよね、多分。使っちゃうとカード引いちゃうんで。あ、いいね、いいね。福袋。そして、パワスナで倒していく。さあ、これで溢れもしないんで、私のターン。さあ、これはかなり強いぞ。そしてトゲコンボも捨てさせていく。いや、強い強い強い。やりたかったことができてる。あ、ただ、あ、なるほどね。今福袋落としたの自分か。自分のこといいねって言っちゃってた、もしかして。捨てていいねって。ワンチャンそうだよね。これの効果発動しちゃって1枚捨てたのか。あーあー、まあまあまあいいでしょう。1枚くらいは。しかも福袋でしょ。あ、オッケーオッケー。さあ、まあそこはやられたとて、とてよ、まあ、そこもとて、とてとてのとて。さあ、ここは次ベリアルかな。テンションアップで回復してから、あー、いや、違うか。やーっと、これは、ここ、潰しの、攻撃 C の、ベリアルで倒す。これでいいかな。さあ、これで両方2ラメで回復もできる。さあ、しかし、この状況、手札的にはまずいな。ただ相手もどうしようかな。ワタボを使っちゃうと本格的にこっちの方が手札が増えちゃうんで、あ、減っちゃうんで、デッキか、デッキが減っちゃうんで、ちょ、ここはワタボは使わない方向でいこう。手札がいっぱいだ。オッケーオッケーオッケー。で、HP がちょっとね低いんで、ここは回復していきたい。おー、進化の評価、本当の力を。それはまずいな。まあ、ただセーニャがいるんで、まあかろうじていっかな。おお、ホークウィザード、まあそこは倒されて OK。 うん、ダメージも与えたしね。さあ、ここはトリマー、こことここはとりあえず攻撃して、エロスと、ドラキーで攻撃して倒そう、まずは。 OK。で、どっちやられるか。あー、ジャックポッターかー。これは今4枚なんで倒せないね。じゃ、ここはミミックを置こう。これで引かせる。で、テンションアップで回復。癒しの波動。で、念のため、オードラキー出すかな。まあ、オードラキーでプレッシャーかけといてた、アンシュリオ。さあ、これで、そうだね。まあ、一応、次のターン倒せるまでのユニットはいるけど、まあ、さすがにやられるよな、ここは。さあ、5ダメ、6ダメの11ダメなんで、まあ、いいでしょう。さあ、激しい炎。まあ、そこだね。まあ、そう考えるとミミックの前に置きたかったな。失敗したか。さあ、トゲコンボ、しかしまあそんなのは問題ない。ここラーミア、ジャックポッターでいけるか。あ、オッケーオッケーオッケー、そこ行ってくれたのはナイス。オッケーオッケー、引かせての、さ、引かせこう。あ、これ結構いいぞ。さ、マイナスにも大したことはない。さあ、今、5枚分なんで、まだか、まだ無理かな。いや、どうだろう。とりあえず指導で全滅はできるけど、いや、ダメだな。
ここで倒さないとまずい。行こうか。おや、ちょっとまずいんじゃないか。5枚でしょ。ってことは1、2枚引かせて3枚目、1、2、3で6ダメ、10ダメか。あ、いけるんじゃないこれ。2ダメ与えてーので、ラーミア掴んでこっちはやられない。そしてジャックポッターを置く。たったこれだけの作業で勝ってしまうのではないのかな。さあジャックポッターで5枚ドロー。さあこっちはただオーブを引くだけの簡単な作業。さあしかし相手は手札が尽きたため1ダメージ。あ、そうだね、相手2枚ドローか。あ、それならさらに2ダメージ、はい、3ダメージ、はい。そしてターン終了につき相手は再びドローしなければならない。そして4ダメージ。対戦ありがとうございました。